お元気ですか、僕趣味です。今回は名店の味、札幌純連の、カップラーメン試食動画でございます。こちらね、濃厚味噌の味でございます。早速ね、熱湯を入れて5分待ちたいと思っております。はい、5分経ちました。それでは早速食べていきたいと思います。まずね、入れる前に火薬を入れときました。まずはですね、これまず開けます。でまずこれですね、この液体スープ開けまして、で入れます。でちょっとね、少し溶きまして、でその次にこちらですね、こちらですね、この粉末スープの、ね、素もね入れたいと思います。で少し溶きまして、で最後はちょっとね、すいません、ちょっとぶつかってしまいました。で最後はこのね、調味油を入れまして、はい、で溶きまして、で最後にこれね、全体にかき混ぜて食べていきたいと思います。ではね、いただきたいと思います。で、純連の味ってどんな味か調べてみたいと思います。さっきね、カップラーメンのラベルにも書いた通り、結構ね、濃厚です。で結構ね、ラードをね、結構ね、入れるんですよね。蓋の意味があるみたいで、で麺の方も食べていきたいと思います。麺はね、ちょっと 細い縮れかな、これもね、麺がね、スープと絡み合ってね、いいお味でございます。実は前にね、この純連さんのね、お店にもね、行こうかなと思ってたんですよ。近く、たまたま近くを通りかかってたんでね、腹減ったなと思ってね、行こうと思ったらね、もうすでに行列ができてね、もう残念だという一日でございました。それで別、あの時はね、別の方のお店行ってね、食べてきたんですけどね、今度ね、時間があったらね、これを本当のね、純連さんのお店に行ってね、食べていきたいと思っております。でこちらね、純連さんのカップラーメンもね、もし機会があったらね、ご購入してね、食べてみてください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。